2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半間岩尾先生です。今回はね、お金の取引で多くなる、多く稼ぐ、私は JBC グループの最高創設者、名誉会長なんですけど、大会社のね、JBC グループっていう会社を私が作った、グループ会社なんですけど、お金をね、大金を、動かしたり使ったりするようになりますとね、力の大きい泥棒が多くな、が入ってくるんですよ。で、少額の資金は一般人が泥棒やったりとか強盗やったりするわけですけどね、大金となりますとね、役人とか警察官ね、世を守るような人、裁判官、そういう力のある人が大金をね、盗もうとするためにね、やってきます。で、少額資金なんかの1億円以下の泥棒というのは一般人なんですけども、それ以上になるともう、閣僚までやってきますしね、政府の役人がやってくるんですね。で、みんな全部そうなんです。だから力のある人がお金が欲しいで悪いことできるんでね、力があるんで泥棒しようということでね、これをよく知っていただきたい。金額が多くなると警察官、裁判官、役所、国家の役所取り締まる人たちが逆に泥棒をしますね。総理大臣もすることもあります、ね、そういうことをよく知っていただきたい。で、力のある人は大金をやっぱりね、盗もうとするわけなんですけれども、当然ね、裁判官もいますからね、力あるんで裁判してもね、無罪にしちゃうんですね、仲間をね。だから非常に大金となるとそこまでしてきますね。大金を盗む人たちっていうのは役人が多くなってきますね。力のある人ですね。で、警察官でも優秀な地位の人がやってきます。これがほとんどなんですね。力なければ大金に盗むことできませんから。じゃあどういう人が力ね、その強盗とかバンバン機関銃撃つようなね、マフィアとかいうのは力弱いですからね、せいぜい100億円ぐらいまででしょうかね、盗むのはね。しかしそれ以上になりますと、大金となると盗むのが大変なわけです。力がないとできないんです、ね、それをやってくるのは裁判官、警察官、政府の役人ですね。中から出てきてやってきますね。だから大金を盗むために、大金を盗むのは大変だから力のある人ね、普通の人では盗めませんから、どういう人たちがやるかというと、裁判官、警察官ね、それも地位の高いね、権限を持つね、役人がやってきます。総理大臣もやってきます、ね、まあ、全部じゃないですけど、今のは知りませんけどね、これをよく知っていただきたい、ね、警察官、これ守るってくれるっていうのは、これはしょっちゅう気をつけないといけません。悪いのはいますから、そういうね、盗む人がいます、大金になると、ね、だから警察官も裁判官も悪いのも盗もうとしてくる人いますから、中にちゃんと必ずいますから、ね、それで、皆さんよく知らないんでね、警察官が泥棒なんかしないよなんて言ってくる、大金ともなると力のある人しか盗みませんから、ね、中にやっぱいるんですね。それがもうほとんどです。
大金となると財界ね、で桁外れて強いですよね。だからね、裁判官やってる人とか最高裁判官でもやってきますからね。ね、あ、それをちょよくちょっと知っていただきたいなということですね。